皆さん、ご心配をおかけしました。ほんと、びっくりしたわよ。何を言ったって全然返事しないから、変なものに体を乗っ取られたのかと思ったわ。ヤクーツクさんの呼びかけはちゃんと聞こえていましたよ。でもあんた、レパルスのことを喋り出すまで何も喋らなかったじゃない。私なりに返事をしていたつもりです。ただどういうわけか自分の意思で話したり体を動かしたりすることができなかっただけです。それって本当に体を乗っ取られてるじゃないですか。はわわ、よく考えたらそんな気もしてきました。でも不思議なことに、私が皆さんの前で話した内容は私も覚えているんですよ。私の口から出た言葉なので、当然私の耳にも入ってきます。体の中に入ってきたものや魂と共存している。それってまるで神託を受ける時の婚姻巫女のような状態ですね。クイーンズウェイさんたら、私にそんなすごい力はありませんよ。でもお姉ちゃんたちなら信託を受ける時の感覚を知っていると思います。今度会った時に聞いてみますね。おっと、これは面白くなってきた。どうしたの？すぐ近くに強い敵がいる。こいつは驚いたな。本当に強敵だぞ。久しぶりに命を懸けた戦いができそうだ。バトゥーが強いって言うなら、クアンたちにとっては超超強い敵だよね。バトゥー、その敵はどのあたりにいるの？この船の中。多分そうだね。本当にすぐ近くにいる。みんな、注意して！ものすごく強い敵が近くにいるって！やっぱりこの船、レパルスがゲームの発生源なのかしら？もしそうだとしたら、どの道戦闘は避けられないね。できればここで発生源を叩いておきたいな。海の上じゃ戦えないし、何より浜が近すぎるよ。フレイマリンの沿岸部はみんな平和に慣れすぎてる。沿岸警備隊も海軍も強敵を相手にするのは厳しいかも。この感じだと海軍なんかじゃ相手にならないよ。スカンダ傭兵団でも完全に勝つのは少し厳しいかも。それってつまりクアンたちじゃ勝てないってことになるんだけど。そこは車掌さんの力に期待するしかないね。どうして姿を現さないのかしら。バレないように隠れてるってわけじゃなさそうだよ。やる気満々って感じだ。気をつけて。相手が人間だとしたらただものじゃない。ミストモンスターであることを祈ろう。そっちの方が何倍もマシだ。車掌さん、危ない！車掌さんに一直線。すごいや。殺す気満々だね。ナイスだよバク、助かった。車掌さん大丈夫？怪我してない？鉄路の探求者が発生源なのかな。でもこいつはたった今ゲンムと一緒に現れたよ。発生源だとしたらもっと前からどこかで霧を吐いていたはずじゃない？この鉄路の探求者が発生源かどうかはわからないけど、僕が感じ取った気配とは違う。僕が感じたのはこんなもんじゃないよ。もっと命を削られるような感覚、死の恐怖を感じた。まるで鉄路の探求者が大したことないみたいな言い方ね。まさか
こいつも結構強いよ。でもゾクゾクはしない。さっき霧の中にいたやつの足元にも及ばない。そんなのフィンローズくらいしか思いつきませんよ。あらあらあら、クイーンローズですって。私はそんなにおっかない女じゃないわよね。私を恐れてる。武器を構えることも忘れてる。でも勘違いしないで。私はあなたたちを助けてあげたのよ。敵じゃないの。味方。あれ？まだ息のある。ダメね。しばらくおとなしくしてたから腕が鈍ったかしら。おら！さっさと死ねえ、この雑魚が！何にかかってんの？あんたは存在そのものが痛みでしょ？だったら痛いとか苦しいとか言ってねえで、さっさとくたばれよ！ほら、ほら！むごいことをするの。イカれてる。絶対に関わっちゃダメなやつよ。やっと静かになった。はーい、お嬢さんたち、見苦しいもの見せちゃってごめんなさいね。私、あの気持ち悪いやつ嫌いなのよ。あいつってば、車掌くんのことを切り晴らしの巫女とか言って毎度のように襲ってくるでしょ。どうしてそれを。そのぐらい誰だって知ってるわよ。ゲームの中を行ったり来たりしてるんだもの。特鉄隊の情報くらい入ってきて当たり前。所属と名前を言って。一体何が目的でここに来たの。私たちの後をつけてきたの。まあまあ慌てないでよ。私はあんたたちの敵じゃない。むしろ霧を晴らすためにいろいろと協力してあげてるんだぞ。所属って言われても困っちゃうな。一応いろんなところに所属してることになってるかも。あん、もちろん名前はちゃんと教えてあげるわよ。私もみんなと仲良くしたいと思ってたとこだし。私の名前はカナーリア。かなり危ないカナーリアって覚えてね。おお、覚えやすいお名前。あら、ありがとう。あなたも覚えやすい名前よね。お人よしのよしのちゃん。ん？そんな吉野ちゃんにちょこっと教えてほしいことがあるんだけど、いいかしら。任務の詳細なら教えないよ。特鉄隊には守秘義務があるのです。違う違う、そういう堅苦しいのじゃなくて、錦の古いおもちゃについて聞きたいのよ。ちょっと待ってね、今取り出すから。ああ、危ないことはしないから安心してね。この船のお尻にぶっ刺さってたのよ。これ、錦製の爆弾でしょ。吉野ちゃんなら、この爆弾に書かれた文字の意味を知ってるかなって思ってね。ちょっと待って、いろいろすっ飛ばしすぎだよ。カナーリアが使ったのってゲートだよね。ねえ、そうよ。隠すこともないかと思って。それを使うのはレジスタンスの幹部だけなんじゃないの。
誰がそんなこと言ったのよ。ゲートなんて長いこと霧の中で生きてれば気合で使えるようになるわよ。まあ使えるようになる前にみんな死んじゃうんだけどね。25番通常爆弾。ヨシノ、ダメよ、うかつに近づいちゃう。でもこの爆弾はレパルスのお尻に刺さってた。もしかしたら霧を晴らすためのヒントになるかもと思って。それが25番通常爆弾ってところまでは読めるのよ。でも25番の意味がよくわからなくてね。そんなの吉野にもわからないよ。24番とか26番とか他の番号があったら多分製造番号だと思うけど。そっか、残念。それじゃ私は探検を続けるわね。ゲームの発生源を見つけたら遠慮なくやっちゃってね。敵が手ごわかったら私も加勢してあげるから。待って、まだ話は終わってないよ。行っちゃった。いいのよ、少し泳がせた方がいいわ。深追いして戦闘にでもなったら大変だもの。カナーリア危ない。カナーリア本当に味方なのかな。複数の組織に所属していると言ってたので、状況によっては敵になる可能性があります。でもあの強さは本物です。無用な争いは避けた方がいいでしょう。うん、僕もそう思う。今の僕たちがあいつと戦ったら死人が出る。今はレパルスの調査に専念しよう。カナーリアが爆弾を見つけた船尾の方に行ってみようか。他にも何かヒントになるものがあるかもしれない。ねえプトラ。何ビビアン、こんなに重くて大きな船が空と戦えると思う？わからない。でもこの立派な大砲なら空にも砲弾が届くんじゃないかな。届かなかったとしたら？うん、きっと届いたよ。そうじゃなきゃレパルスは船の原型をとどめていないはずだよ。この船は本当に空と戦ったんだ。